レッドシューズ運野は、日本のプロレスのレフェリー。本名、運野博之。埼玉県川口市出身。新日本プロレス所属。審判部長を務めている。1985年に全日本プロレスに入社。1988年7月4日、三重県桑名市、三式星川店駐車場における、桃田光夫対菊池武主戦で、 レフェリーとしてデビュー。天竜玄一郎を慕っていたため、天竜と共に SWS を渡り歩く。2001年1月より新日本プロレス所属となり、2002年に当時審判部長だったタイガー・ハットリが退団した後、事実上のメインレフェリーとなる。2003年から現リングネームに改名。 レッドシューズドゥーガンを彷彿させる赤いシューズ、赤いベルト、赤いサポーターを着て、全日本プロレス出身者特有のアクションの大きいレフェリングを行う。2007年1月からは審判部長に就任。2008年にデビュー20周年を迎え、8月26日に所属する新日本プロレスが主催する特別工業。 レッドシューズ、運のレフェリー20周年特別興行から喜びも、悲しみも3カウントを開催した。2015年には、天竜現一郎の引退試合となる、天竜対、岡田のレフェリーを担当。岡田のレインメーカーを喰らった、天竜の3カウントを自ら宣告すると、天を仰ぐ仕草を見せた。2017年4月、実施である、運の翔太が新日本プロレスで、 プロデビュー。ライオン、エスゲートプロジェクト4の第1試合で行われた、運の翔太デビュー戦でレフェリーを担当した。この際、翔太が、レッドシューズの実施という点は場内にはアナウンスされず、レッドシューズも息子のデビュー試合を祝祝とさばいた。ありがとうございます。